おはようございます。川瀬農さんです。はい。今日はですね、うちのハウスの近くには猿が住んでいて、今顔を出してるので、ちょっとね、カメラを向けて見てるんですけど、すぐ逃げちゃうんで、あそこら辺にいますよ。わかるかな？ここですね。やっぱり年々ちっちゃい子とか増えてきてるんで、あ、今2匹いますね。あ、その下にもいる。わかりますか？そこにいるの。ちょっとちっちゃいんで、今1、2、3匹いるんですよね。ここにちっちゃいやつも。あれは赤ちゃんかな。あ、これですね。とここにちっちゃい子供がいます。あ、向こうにも2匹いる。めっちゃ増えてる。わかるかな？ここと、これですね。あ、今合計5匹か。まだうちのハウスは被害はないんですけど、いちご農家さんのハウスのいちごが食べられたりとかね、あるみたいなんで。ああ、わかりやすい。キュウリかな、あれは。なんか食べてる。あれはなんだ。めっちゃのんきに食べてる。うちはですね、トラクターの鏡を前、猿にね、取られたので、ミラーのとこです、横の。結構猿とか鏡を見るの好きです。はい。